訓読使用のコーナーでは、ゴミブチ高子、孫ヨンウォン、親子が壇上にいます。歓迎の拍手をお願いいたします。平和安易、そしてシックの皆さん、おはようございます。三万層、孫中鉄、ゴミブチ高子買ってのゴミブチ高子、娘のチェ えー、4音です今日は平和を愛する世界人として第5章「まことの家庭がまことの人間を完成するの」の私の妻ハンハクチャを訓読します私が妻に初めて会った時妻は小学校を卒業したばかりの13歳の少女でした教会に来る時も帰る時もいつも同じ道を通り一度も大声を出したことのないおとなしい少女でした ある日、信徒の本スネ女子がその娘と一緒に挨拶に来ました。何という名前かと聞くと、はい、ハン・ハクチャと言いますと、ハキハキと答えました。 ところがその瞬間、私は思わず、ハン・ハクチャが大韓民国に生まれたのだな、と三度も繰り返し、神様、ハン・ハクチャという立派な女性を韓国に送ってくださったのですね。ありがとうございます。と祈ったのです。それから彼女を見つめて言いました。ハン・ハクチャ、これからたくさん犠牲にならなければならないのだな。彼女を見た瞬間、これらすべての言葉が自然と飛び出してきました。 後日本すね女子はその日の私がなぜ自分の娘を見て3度も同じことを繰り返したのか本当に不思議に思ったと言います妻はその日の短い出会いをよく覚えていました私が独り言のように漏らした言葉も全て忘れずに胸の中にしまっていました自分の将来のことで大きな啓示を受けたような気がして忘れられなかったそうです 妻が通った看護専門学校はカトリックで運営していた学校でした。規律が非常に厳格で、まるで修道女のような生活だったそうです。おとなしい性格の妻は、誠の信仰を懸命に求め歩いた母の下で、家と学校を行き来しながら大きくなりました。 学校を除けば私たちの教会に来ることが彼女にとって唯一の外出でした当時40歳を目前にした私は結婚する時が近づいていると直感していました神様が時が来たので結婚しなさいと命じればその通りに従うだけでした1959年10月からチー・スンドハルモニーが中心となって神父も決まっていないうちから私の婚約準備が始まりました 誰になるかわからない妻のために7年間も祈祷していたある信徒は、先生、私は夢の中で、半白茶ク城が先生の神父になるのを見ました、と言いました。また、ジスン春ハルモニは、ああ、これは何の夢でしょう。夢の中に数十羽の鶴が現れて、手で追い払っても、しきりに飛んできて、先生を白く覆うのです。これは何かの兆候でしょうか、と夢の話をしました。 すると今度は、妻の夢に、妻の夢に私が現れて、その日が近づいてきたので準備しなさいと語ったというのです。夢の中で妻は、今まで私は天の御胸通りに生きてきました。これからも神様の御胸が何であれ、神様のしもべとして従いますと従順に答えたそうです。妻が私の夢を見た数日後、私は本すね女子に娘を連れてくるように言いました。 13歳の少女の時に挨拶を受けて以来、公式的には初めて会う場でした。私は妻に絵を描いてみなさいと言いました。彼女は躊躇せず、鉛筆をさっさと動かし、描いたものを私の前に広げてみせました。とてもくよく描けていると思って妻の顔を見ると、恥ずかしがるその姿が本当に美しく、絵に負けないくらい心も立派でした。その日 私は妻にとても多くの質問をしましたそのために妻は,妻は戸惑うことなくハキハキと答えました数日後私は再び妻を呼びましたば呼ばれた理由がわからないまま私の前に立った彼女に「明日の朝結婚式をする」と言うと「そうですか」と言ってそれ以上何も聞かず反対もしませんでした 反対というものを知らない女性のようでしたそのように純粋でおとなしかったのですか神の身胸に対しては固く決心した人でした1960年3月27日私たちは婚約しそれから半月も経たない4月11日に結婚式を挙げました私はサモを妻は直ョクツをかぶりました 23歳も年下の神父のキリッと結んだ口元と清楚な顔が丹精に見えました。私との結婚が普通の結婚とは違うことをよく知っているだろう。私たちが夫婦の絆を結んだのは神様から受けた使命を果たし、誠の父母になるためであって、世の中の人たちのように男女の間の幸福のためではない。 神様は誠の家庭を通して天国をこの世に広げたいと願われている。私たちはこれから天国の門を開く誠の父母になるための厳しい道を行かなければならない。歴史が始まってからこの方その道を行った者は誰もいない。私たちの行くべき道がいかなるものか私にもわからない。従ってこれから7年間あなたにとってはとてもた耐え難いことがたくさんあるだろう。 私たちの行く道は他の人とは全く違うということを片時も忘れずたとえ小さなことでも私と相談した後に行い私が言うことにはすべて中順に従ってこなければならないすでに覚悟しておりますので何もご心配なさらないでください妻は若くして本当にたくさんの訓練を受けました私と一緒に暮らす間 一時も自由にでできませんでした。いつも神経を尖らせ薄い氷の上を歩くように今日は何事もないだろうか明日は何事もないだろうかとやきもきしんがら暮らさなければなりませんでした一言言葉を間違えただけで私からとめられることもしばしばでしたうれしくて嬉しいと言っても難癖をつけられ私の後をちょろちょろついてきては小言を言われました 誠の母になるためには仕方のないことでしたが妻の心の中の悲しみはさぞや大きかったことでしょう。 私はただ一言投げ,投げかけるだけですが、妻は私の一言一言に合わせていきなければなりませんでした。その苦労たるや言葉で言い表せないものがあったに違いありません。そうやってお互いに合わせていくのに7年もの期間が必要でした。結婚生活で最も大切なことは信仰で一つになることだという事実をその時に再び悟りました。以上で訓読使用を終わります。ありがとうございました。 사랑합니다.